泣いちゃった。1割だよ、3番手。1割じゃないですよ。4割くらい打ってますよ、僕。0割1か何分何人くらいかな。いやいや、3割打ってんじゃないの。そう。前の試合で凡退しましたけど、その前まで3割いってました。あ、じゃあ今は違うのか。今はね、2割6分くらいかな。今日打てば戻るってことですね。そうですね。すぐみんなプレッシャーかける。今日も絶対1割までいきましょう。打数少ないから。三者凡退が激しい。え、嫌ですね。僕はゴルフ明けで、なんかダブルの守備はちょっと厳しいですね。ボールよく見えてんじゃん、今日じゃ。あ、でも終わってる球だったら。それ、いい案だね。ゴルフ明けの守備。19番ホールだよ、19番ホール。いや、本当そうですよ。ゴルフ明けの修理に小原さん何番？小原さん3番、いや、小原さん何番だよ、5番？5番じゃないかい。何考えてるの。小原さん今日風だからさ、外野どうしようかなと思った。大丈夫、俺も風。え？お互い声でしょ。え？薬飲んでからいろんな。あれですね。ダポハブです。ダポハブ。ダポハブ。あんなの許せないよね。好きだよ。好きだね。さあ、トップ行こう、トップ。お前の親戚全員並べて、お前ダポハブです。スペース、みんなこう引き殺してもらえる。それは悲しみがわかるじゃん。あ、でもひどいね、でもね。あれひどいな。やべえ、やっちゃったって言うと、俺みたいなやつだ。あれ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 あスリムにした。あ、本当だ。足がなんかスリムになってる。気持ち悪いよ。なんかレオタードみたいな。キャッツアイ。うるさい。走ったね。走ったでいい。キャッツアイって言ってる。キャッツアイ。いや、知らねえんじゃねえ。知らねえ。わかんないですよ。絶対わかんないと思います。キャッツアイ。キャッツアイって言わないと。だって僕小学校の時なのに。そうだよな。25年ぐらい前ですよ。そんな昔？そんな昔。ちょっとモンタージュが。いやいや、本当本当、25年ぐらい前だと。俺もう大人だって。大人でした。いや、そうだと思いますよ。大概はそうじゃないですか。じゃあ今すでにおじいちゃんってこと。それ近いかも。初老。初老だよ。どうやらつなして。一番年上だよ、俺が。いや、もう名前初老は。あ、俺か、俺が初老だ。俺、長老になっちゃう。あるよ、あったあったあった。チャンス、オッケー。内野安打で。お、ナイス判断。これで一人守備が少ないと、どれだけ舐めてる。そろそろ月の日分の後だね。さあ、3番頑張れ、3番。あれ、月、やばいんだね。埼玉のドラマスコ次あたり。ああ出るぞ。もちろんもちろん絶対あの追い方じゃん。ああやばいやばい。それをこう笑っちゃいけない。笑っちゃいけない。走ってる。なんか突き変わったけど。俺？俺何番？いや俺じゃあ俺か俺8番だ。あいい伊藤さん。え鈴木何番？俺何番？月の日くん月の日くん。5番。すごい。じゃあ最後にねアウトになった人がライトでねお願いしますね。ライトさんのね。4、5、6。ちょっと疲れた。そうだ久しぶりだよね。全然そうだよね。全然どうしたの。疲れてるわ。今はね、外してやってる。メガネ壊れてる。あれ、コンタクトじゃないの。しないの。あ、マジっすか。裸眼によく打てます。いや、だから3年後に目いいんだよね。え、目悪いよ。あれ、昔よかったよ。昔よかったけど。
食べて食べて。おばあさんあれやっぱ同じとこ違う。違う。別のあれだ。違う違う違う。チャーブロー、ダテイチじゃないっしょな。よし。えー、なんか分かんない。2点目か、よく分かんない。チャーブローでダテイチ。ダテ 2? ダテ 2? 1だろ。 1でしょ今。いやいやいや、2点2点なんだね。すごいスピンかかった。苦手だ。待ちきれません。これ付き苦手だな。向こうも向こうも青い。あ、大きいの見たいな。月大きいの見たいな。柵越え見たいな。おお、おすげえ、大根切ったぞ。オーケー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 。ナイスバッチ、ナイスバッチ。あ、やばいやばいやばい。あ、大丈夫。あ、すげえ、すげえ気合入ってるよ。ナイスナイス。いいね。いいっす。ヒット、ヒット、ヒット、ありがたい。やっと俺が、俺はちょっと野球ちょっと読んでヒットだよ、師匠、俺のあれ触ってけんだ、あれはヒットだよ、師匠、通天閣魔法だ、触ってねえんだから。あれはヒットにしてくんねえと、師匠は。師匠、俺の、あ、すごい。どうでも大丈夫、あいつ触ってないんだもん。だってあれ、普通さ、取らないよ、取っちゃう。いや、ピッチャー俺は当たりんだよな。当たった、当たった、当たった、当たってない。伊藤さん回ってくる。そうだそうだ。アンダーじゃん、アンダーじゃん。あれ伊藤さんだよ。何や、うまいこと言ってんだ、アンダー。誰だ、通天閣だ、方だよ、通天閣だ。はい、いける、うん、いける、俺が。おー、よく今申し訳んだ。おばあさん、通りに。なんだ、稼いでんな、みんな、おい、ずるいよ。いいのか、こういうんで。宇佐美さんの会社稼げるうちにできる。なぜか貸してる。お姉ちゃん何年生だったの？5年生。あれ、うちの彼と一緒だ。どまどま、青い5年生、5年生に女の子の子さんですよ。今お腹いる、本当に青い。二人目、二人目、そうそうそう。あ、知らなかったですよ。知らなかった。今ね、今妊娠3ヶ月に入って。あ、なんでそれ。もうあと3週間後ぐらいに安定期間です。だからやっていいってダメだよ。やばい、ちょっと次女の子欲しいなって。今月の大きさがつーくんはね、キャッチャーぐらいですか。つーくん、あれどうしよう。珍しい。そこだから危ない。苦手だな。リーちゃんもよく気をつけてるじゃない。いいね。だってこの後1ヶ月ぐらい空いちゃうんでしょ、また。今度はいつだ。1ヶ月ぐらい。8月9日がちょっと今のところ微妙なんだよね。だから今のままだと通ってる。16かね。16だね。16はもう決定してるから。うん。え？16は決定してんのよ。16っていつ？お盆の最終日。お盆の最終日。お盆って8月？何人なの？しかも16って。日本人のくせにお盆を知らない。地獄、地獄って知らないの？知らないですよ。そういう漫画があった。本当ですか？鈴木さんが今即興作ったんじゃないですか？そういうの見たもん。よよよ、出して。今日知ってる？シュウは知らないで、珍しい。俺も知らない。さあ、あと1本。ナイス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 。どれくらい入ってないの？来週とか来週。ちょっと試合入れてると思って。
りょうさん今日は仕事なかった？仕事だった。あ、仕事だった。帰りだ。はい、久しぶりに休み楽しました。あ、本当？次だったんですけど。投げただろ。キクちゃん、マジで交番じゃん。いや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 。